ども、本当はですね、昔から何年後からこの番組が始まってたんですよ。子供が欲しいって言ってね、急な、なかなか甘いですね、バレちゃうからいけないですから、ちょっとこっそりね、子供が欲しいって言ってたので、お参りした神様が七丸様だったんですよ。すいません。ですから、はい、この活動を今発見に当たりましては、このお祭りは夜の時に暗くなったからやるお祭りなのに、なんで昼間にやるんだって言われました。ですけれども、こんなに昼間に燃え上がるお祭りになるとは思いませんでした。ですけれども、このお祭りは古いロングロングアゴー、もっと古い、長い歴史があるんです。そうです。いやいや、2600